ヤマハさんの古き良きがしっかり詰まりつつ、ちゃんと最新のゴルファー特にツアープロのそのフィードバックがこう組み込まれてるなという印象です。結果を出さなきゃいけないっていう人たちのために、まあ、進化しているんだろうなというふうに感じるアイアンでした。皆さんこんにちは、クラブフィッターオーラです。今回ご紹介するクラブこちら、ヤマハリミックス VDR アイアンご紹介します。今回ですね、ヤマハさん、リミックス VD シリーズモデルチェンジしまして、アイアンは3モデル用意されます。でこの VDR の他に VDM、VDXというネーミングになっておりまして、最後の部分を取るとですねリミックスというふうになっております。この VDR アイアンはですね、いわゆるツアープロヤマハさんが契約しているプロのために、設計されたモデルと言っても過言ではなくてですね、今平修吾プロ、それから女子の神谷そらプロが、使用してそれぞれ優勝しているもう実績のあるアイアンです。正式にはですね、おそらくプロトタイプなんでしょうけれども、やはりその長くですね、今年の頭からプロが使ってですね、しっかりもう熟成されている、もう新製品でこれから、出たばっかりっていうところなんですけれども、もう結果が出てる、非常に信頼あるモデルと言っていいと思います。で今回この VDR はですね、ヤマハさんの、代々、プロ向けというかですね、一番上にアスリートモデルとして君臨するモデルは全てこう数量限定になってまして、私が聞く限りですねほぼほぼ全部完売しているというふうに聞いておりますので、今回のこの VDR もどうなのっていうふうに聞かれると、おそらく、時間もかからず完売しちゃうんだろうなっていうふうに思いますね。まず古き良き部分、打感です。打感と形状、打感はですねヤマハさん独自の、焼きなまし製法という軟鉄鍛造のボディをですね、しっかりと、昔の日本刀と同じような製法を取り入れることで、ギュッと密度の高い、打感のいいモデルに、仕上げてます。で形状的なものもですね、いわゆるツアープロ向けって言いながらもほんの少し、グースネックとまでは言わないんですけれども、懐がある感じのこう優しさがあってですね、プレッシャーを感じないというか圧迫感のない顔なんですね。でそれでいて、しっかりこうヘッドの追従性操作ができるというような仕上がりになってます。従来のものよりですね少し重心振動が深くなって、重心距離も長くなっているそうです。実際打っていてちょっとその辺は感じました。ミスに強くなったな、プラス、直進性が高くなったなという点です。これはもう、ツアープロアマチュア含めて現代のゴルファーがアイアンに求めているニーズに合わせて設計されるとこういう風になるんだろうなっていうのは感じます。実際私はもうちょっと動いてもいいのになってちょっと思ったんですが、でもやっぱりね扱いやすいというか、やっぱりこう極端に曲がらないので安心して自分がこう動いていけるっていうような部分は感じますね。この VDR アイアン、やっぱりアスリート向けにしっかり作り込まれてるんですけれども、ここにですね、アマチュアゴルファーのニーズとは言わないんですけれども、もう少し直進性それから、飛距離、そういったものを求めるゴルファーのためにこのエッセンスを残しつつ、やっぱりそういうニーズを突っ込んだもの、注入したものっていうのが、今回の M に当たるんですね。で M はやっぱり打っていて非常にこう最新のモデルらしい性能の良さと、今のニーズに合致した良さをしっかり持ってますので、ここまではいいよという方は、ぜひ M も打ってみてください。形状ねそっくりなんですよ。向こうのがちょっとブレード調が長くなってたり、少しこう顔は大きくなってるのでより優しさ感じるんですけれども、うまくつながりができているので、R はやっぱりいい顔なんだけどちょっとしんどいかなっていう方はまず M に、はまると思いますので M ちょっと構えてみてください。やっぱりこう軟鉄鍛造っていうのは、私は普段スルバック使ってますし軟鉄鍛造なので、こう打ってすぐ馴染むというかですね、打ってて気持ちいいなっていうふうに思うんですけれども、そんな中でやっぱりその結果を出さなきゃいけないっていう人たちのために、進化しているんだろうなというふうに感じるアイアンでした。非常にバランスいいです。打感もいいです。コントロールもできます。ただ、角に曲がらないので、思い切って自分が動いていけるっていうふうに、言えるアイアンなのかなと思います。正直ねヤマハさんのこのシリーズって一定数ファンいるので、ちょっと興味あるなと思う方は
早めに実物確認して手に入れた方がいいかなと思いますね。非常に今回も完成度の高い、ヤマハさんのツアーモデルでした。